国士舘大学をお願いします。どうも、セシブログを運営しているセシミンです。今日は国士舘大学について解説します。その前にちょっと余談なんですけど、実はもうすぐチャンネル登録者1000人を超えようとしていまして、チャンネル登録者1000人を超えたらちょっと特別な動画を上げようかなと思ってるんで、引き続きチャンネル登録、高評価、コメント等で応援していただけますととても嬉しいです。気を取り直して国士舘大学についてですね、流れとしては最初に詳細情報を解説した上で、後ほど評判について解説します。まずは詳細情報、目次はこんな感じ、いつも通りです。基本情報といたしまして、所在地、メインのキャンパスが東京都世田谷区となっています。東京23区にある大学なので立地はいいですね。設立年1958年と比較的新しい大学ですね。学部としてはこちらになっております。こちら一つ一つ後ほど見ていきましょう。学生数としては1万名を超えているような大きな大学となっています。学費としてはこんな感じです。こちら初年度の学費をまとめています。初年度の学費でいうと、結構学部学科によってばらつきがあるんですけど、大体120から160万の間かなというところですね。ただしこれは初年度の学費であって、2年目以降は入学金約24万円を引いた金額となっていますので、私立大学の平均学費年間114万円と比較しても大差ないかなという印象ですね。体育学部、子どもスポーツ教育学科だけなぜか学費がめちゃくちゃ高いので、こちら注意が必要です。3つ目、偏差値について。偏差値こんな感じになっています。こちらもですね、学費と同様、学部学科によってかなりばらつきがあります。全体として35から55となっていて、一言で国士舘大学といっても偏差値が高い学科と偏差値の低い学科あるので、果たして頭がいいのかどうかっていうのは分かりにくいですね。ただ大学の知名度で言ったらめちゃくちゃ高いので、なんか国士舘大学卒業っていうとは優秀なのかなとかいう錯覚を覚えてしまいます。4つ目、有名人について。有名人はもうめちゃくちゃ多いです。合計で225名います。こちら一部抜粋を載せています。基本スポーツ選手が多いですね。次に就職実績についてです。就職実績として公開されているのは、業種別就職割合と主な就職先の2つです。こちらは業種別就職割合全体のものを載せています。まあこんな感じになっていますね。また主な就職先については学部別にまとめられていて、こちら一部抜粋を載せています。就職実績についてもっと詳しく知りたい方、学部学科別に知りたい方はこちらの URL からご覧ください。こちらの URL は概要欄に載せておきます。次に評判について。ちょっとね、国士舘大学の評判かなり面白かったので注目していただければと思います。1つ目、半端ない口コミと。こちら Google のウェブ上の口コミとしてあったんですが、大学の歴史なんかをまとめられています。とりあえず国士舘大学について知りたい人はこの口コミを見ていただければと思います。僕ざっと読んだんですけど、内容以前に書き方が面白いなって思いました。内容はまあ普通に Wikipedia とかに載ってるような内容だなという印象ですね。2つ目、おしゃれなキャンパス。国士舘大学のキャンパス非常におしゃれです。こちらキャンパスマップを載せているんですが、とても整っていますね。こちらの URL に飛んでいただくと、このキャンパスマップ載っているんですが、この施設をクリックするとこの施設の写真とか詳細情報なんかを見られるようになっていますので、ぜひご覧いただければと思います。こちらの URL は概要欄に載せておきます。この動画では国士舘大学について解説しました。登録者1000人までもう少しということで、毎日頑張っていきますので、チャンネル登録、高評価、コメント等で応援の方よろしくお願いいたします。次回は YO 女子大学について解説します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。